안녕하세요. こんにちは。はい。ちょっと、みやむチャンネル変わったみたいな感じ。みやむさん、ここは、はい、どこですか？もう本当に自分が韓国語の能力が低下してきてるなと最近感じてまして、いやもうなんかさ、韓国語話せますみたいな感じで言ってるんだけど、実際2年ぐらい喋る機会がないから、ちょっと今日は、まあ、私の現状の韓国語のレベルと韓国語を勉強するレッスンをちょっと受けに来ました。はい、実際に今日はですね、なんか先生が授業始まる前に時間を作ってくださって、ちょっと1対1で教えてくれるみたいなので、あの皆さんもね、まあ、自分のレベルを確認しながらぜひ動画見てください。それでは行きましょう。ここしー、先生がいらっしゃいます。もう超かっこいい先生でございます。じゃあ登場していただきましょう。どうぞ。네안녕하세요안녕하세요네안녕하세요처음뵙겠습니다네우리아카데미의정봉석이라고합니다잘부탁합니다네아그래서미아오씨네처음뵙겠습니다맞대뭐이기나리한국어なんですか これは야바이ちょっとドキドキしてきた네잘부탁드립니다자언제부터그한국어를공부하기시작하셨어요저는뭐 2010년부터그 K-POP 좋아해서그때부터그토라마보고혼자서공부시작했어요아어디학원이나그런학교에서공부하신게아니고혼자공부하셨다고요네맞아요어진짜요 10년동안와아그냥그 NHK 네한글수업네한글강좌있잖아요네있어요그거는했는데네빼고그나만혼자서공부했어요어진짜요네알겠습니다그러면그한국어를공부하면서가장도움이됐던드라마막그런거있으세요저는미나미시네요아세요아물론이죠 네, 네그거보고그한국어공부하고싶다네그런생각이들어서 네, 네했어요아미나미씨네요부터시작네사실은저희학원에서도장근석씨팬들이굉장히많으세요아진짜요네맞아요그래서저는솔직히그드라마는안봤지만내용은안봤어요 네왜요죄송합니다네그때는일본어공부를하느라고 네, 네드라마를많이못봤어요한국드라마를네실제로그한국에서 네, 내가공부한한국어를가지고이제한국에가서 네, 한국분들하고이야기를했을때어떠셨어요저뭐 네, 그발음이나 네, 그거좀어려워서요 네, 네지금도 네, 뭐생각이안나와서 네, 어려웠어요어려웠어요아니지금들어보면서제가느낀것은 네, 일상적인회화는전혀문제없을것같아요그냥그한국에서쇼핑하거나여행하는데 네, 있어서뭐간단한인터뷰도충분히 이정도의그런범위내에서도충분히가능할것같습니다가능하지만이제조금더거기에플러스되는부분저는좀더연체형그런부분을이야기를해줬으면좋겠어요네저도요 네, 네, 네그래서그런의미에서는자미아오씨가지금최근에빠진거빠진거네저는박소진씨네네빠졌어요아드라마배우에대해서요 네, 맞아요이유는들어볼수있을까요이유요 네, 뭐얼굴이뭐잘생겼어요네잘생겼고잘생겼고뭐연기도잘하고 네, 네저는내스타일이에요아모든부분에서 네아그렇구나 네, 네특히박서준씨가나온그드라마 네, 중에서가장인상깊은인상깊은인상 네, 깊은거뭐예요가장인상에남은가장기억에남은아저는역시이태원클라스 네, 아닌가요아네역시 최근에많이 네드라마였다 네, 네인상깊다라는말은 네, 이제기억에남다라는말로이제바꿔서쓸수있어요인상깊다에인쇼
먹고르? 네, 남다가 노고르. 아, 남다는 네, 네. 네 맞아. 깊다는 다까이는 위로 올라가요. 높다. 네. 위로 다까이. 네. 깊다는 아~ 아래로. 후까이라는 의미예요. 네. 인쇼 후까이라고 이리. 예. 그러니까 단어가 굉장히 재밌게 외울, 기억할 수 있는 단어들이 굉장히 많이 있거든요. 네. 그래서 그 중에 제가 지금 이야기한 최근에 빠진 거 있으세요?라고 지금 빠지다라는 단어를 제가 말씀드렸잖아요. 네. 빠지다. 빠지다 이미 아시죠? 네. 하마루. 맞아요. 네. 하마루라고 그 기억하는 것도 좋은데 네. 기본 베이스 의미는 뭘까요? 오치루라는 의미가 있어요. 아, 에이. 네. 명 씨가 알고 있는 오치루라는 에이. 단어는 뭐가 있을까요? 아나니 오치루도가. 네. 네. 그래서 떨어지다라는. 아, 네네네. 있어요. 떨어진다. 경험이 있으셨겠지만 그 오디션 프로그램에서 에이, 떨어진다라는 표현 많이 사용하잖아요. 그래서 오늘은 좀 빠지다 하고 떨어지다 이게 재밌는 그 표현이 있거든요. 그래서 그거를 구별할 수 있는 그런 포인트를 제가 말씀드릴게요. 네. 네. 빠지다 떨어지다 두 개 다 이제 오치루라는 의미가 있는데 에이. 선이 있어서 예를 들어서 이 나무. 나무가 있어서 나무에서 사과. 사과가 이렇게 지면에 이 선에 오치르. 네. 이거는 빠지다가 될까요? 떨어지다가 될까요? 떨어지다. 맞아요. 떨어지다가 네. 될까요? 자, 그러면 이 지면 아래 예를 들어 여기에 맨홀이 하나 있어요. 네. 네. 맨홀이 있거나 여기에 바다가 있습니다. 네네네. 그 밑으로 오치르 하는 건 뭐가 될까요? 그것도 떨어지다 아닌가요? 가 아니에요. 아니에요? 그것은 이제 빠지다라고 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 진짜요? 네. 그래서 기본 선보다 아래로 이제 오치루라는 네. 거 하면 이제 빠지다. 그래서 특히 바다. 여기서 사람이 처음에는 여기까지는 떨어지다가 되는 거죠. 네. 떨어지다가 되는데 이 아래로 들어가게 되면 빠지다. 사람이 빠졌어요. 오! 네. 빠졌어요. 이렇게 이야기를 해요. 네. 와카리야스이. 네. 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 알겠습니다. 진짜 땡큐였다. 1から始める時にこれからやった方がいいよみたいななんかありますか？いきなり何にもやったことないけどここの教室にオンラインで授業受けに来る方もいらっしゃいますか？もちろん。まあ今ちょうどこの時期なので、まあ、ドラマでちょっと勉強してみようかなという方は結構オンラインで特にいらっしゃるんですけど、まずいきなりハングルの文字、もちろん日本語とハングルを面白いんですが、どっちが難しいかという話なんですよ。日本語と韓国語ですか？そうなんです、そうなんです。おどっちだと思いますか？私は日本人なので、韓国語の方がやっぱ難しい。そうでしょう。はい、本当にそうなんだ。数字で比較してみましょう。はい、まず、日本語のひらがなって何個ありますか？64。64。64。まああると思うんですよ。昔の江戸時代の日本語からそんなにないですか？一応五十音と言われてるので、あ五十でした。私も全然わからないんですけど。でひらがなは五十個で、あとカタカナは何個ありますか？五十ですか？同じように五十音とあります。あと漢字は何個あります？2000。2000。プラスアルファにしましょう。はい。なのでも本当にこう漢字ということを考えるとキリがないんですね。覚えるこの数字単なる数字で私たちも分からない漢字がたくさんありますもんね。そうなんです。でそれに比べてハングルは今漢字は使えなくなったんです。普通の会話ではもちろん漢字なくなったわけじゃないんですけど、まあ、日常生活の中ではあんまり漢字はなくなったということで考えるとハングルのみになります。ハングルは母音詞音街の福を覚えるということで、はい、覚えていただくという数で見ると母音は何個あるかというと10個で、シーンは何個あるかというと私は14個プラス5個というこの言い方をするんですが、まあ、シーンとノームという三義を三義をそういうものがあと街もあるんですが、はい一応パチムで新しく覚えていただく文字はもうゼロなんです。というのは
덕질하는 시행이 아무나 잘伝わる. 아, 친구답게도 안 받아시 모지요. 아, 또 후보 포인트이면 포인트 보니까 맞아 사람들 組み合わせてる 거와 주의와. これ 전부 합해서 한 거야. 그리고 이쪽도 있어요. 네. そうなんです. 하다 40번 모지 사이에 押さえとけば. 多分比べられないんですよね。このなるほど、最初から高い壁だと思わずに、あの下げて簡単でいいよっていう感じですかね。そうなんです。やっぱり一番最初は確かに考え方も大事か。はい、というわけで本当今日一日ありがとうございました先生。まあ私がね今日ここに来た理由が、もう韓国喋る機会が本当に少なくなっちゃって、自分の中で忘れてやってるなっていう気持ちで今日来たんですけど、今現状の私の韓国語のレベルってちょっとどんな感じですか。今のレベルで言うと、私はですよ、個人的な意見なので、あれなんですが、 私から見ると上級だと思います。これは十分上級です。私は会話中心で考えた時に、宮尾さんのレベルが十分上級だと思います。じゃあ、もし私がここに通おうとしたら、もう上級のクラスで OK ですか。そうです。それでも十分ついていけると思います。やばい。 めっちゃ嬉しい。じゃあ本当に本気で今からまた勉強したらもっと上にも行けるってことですよね。そりゃもう言うもないです。もちろんです。最高だ。あと単語の調整と、もっと文章をもっとこう、化粧をつけたり、もっと綺麗にする、そういうトレーニングさえ受ければ、普通にインタビューも問題なくスラスラできると思います。はい、もう本当に今日ね、学ぶことが多かったので、皆さんもぜひ 足を運んでみてください。オンラインでも授業やられてるということなので、ぜひ見てください。このウリアカデミーさんの SNS やインスタグラムも概要欄の方に貼っておくので、ちょっと勉強してよかなと思った方はぜひ見てみてください。というわけで先生本当にありがとうございました。감사합니다。 네、감사합니다。 수고하셨습니다。 수고하셨습니다。